正直リンってことは大事かったな。 4.34VS 構成的にな。リン 4.34VS の雪のしずく、結構割れたね。木村さん3、小渕陽太郎さん52、林4、34ブス雪のしずくに45、賞金834万1000チー。木村さんかわいい。おい、行くか。やべえな、今日も長くなりそうだけど、今日簡易放送やりてえな。今日簡易、明日4日間だロアオフ会だから今日簡易放送やりてえな。これ終わってから簡易放送でいい。これ終わったら簡易放送でいい。ありますか？トランプ10段階。トラン TNA かな。ゆり姫がどっかに300したな。ゆり姫の300がゆり姫、しまった。ゆり姫300が雪のしずくです。 OK です。 OK です。木村さんから招待 OK。これちょっと、これ負けらんねえな。日村さん、勝ちましょう。よろしくお願いします。ちょ、まだちょっと優しさの BGM がいいな、優しさの BGM。ちょっと優しさ BGM が優しさ BGM。陽太郎、陽太郎、優しい。ちょっと優しい BGM あるかな。優しい BGM、 ちょっと優しい系の BGM な。ちょっと優しい BGM あるかな。アビソング、ちょっとアビソング、ピクミンの愛の歌、優しさの団子、アンパンマン、引っこ抜かれてか。ドラミちゃん、ドラミちゃんのテーマソングだったっけな。負けそうだな。ちょっと優しさの BGM 難しいな。優しさ BGM、 ドラえもんでしょ。会員ってどうやって割るんですか？ピクミンいいね。会員入ってくるんですか？会員はね、まずこちら、優しさに包まれたなら、優しさに包まれたなら、きっとそれもいいね。いや、それで天下もバチバチ打つの。その BGM の後ろでブーバーンとか打つの。ビッグバンボーンとかやるの。URL 省略。こちら、こちらです、こちら。西田と天気あるけん、優しい天下無双だから OK。 ちょっと会員様、お願いします。こちらのページ飛んで、イクサのアカペラ、これそのページに行くとここに飛ぶんで、ここに行きますので、ここに行ったら、ここにチャンネル入会って言って、チャンネル入会ってやってくれると、クレカ使いたくないんだけど入れますか？クレカ使う、なんかau スマホ簡単決済とか、ソフトバンクまとめて払いとか、ドコモ携帯払いとかはできるみたいです。ありがとうございます。あんまりちょっとあんまり優しさコロシアムの前にあんまりチャンネルって言うと、会員放送と無料放送って何が違うんですか？いや、それはもう、それはもうあれですわ。それは会員様が教えてくれますわ。愛の歌、放送はつけてても OK ですか？放送つけてもどうぞですよ。行こう。木村さんが、やっぱ木村さんが招待しねえとな。作戦仲間、こうパーティーリーダー木村さん、作戦、仲間、ストーリーリーダー木村さん、URL省略。木村さん、ナイスフィクコロデビュー。たまにはチームに打たないと。たまにはこうやって放送のこと打たないと。木村さん、ナイスフィクコロデビュー。シーンね。わしゃ、行くか。さあ、いちごさん、木村さん、キリトさん、お食事お忘れなく。木村さんにお食事プレゼントしたいけどな。22ですね。22。食事ありますか？
木村さん食事あるかな。これゲーム内で通報していいよね。チン、わら。二重に食事ありますか。はい、よし。ちょ、客、ちょっと曲どれだ。ララ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 。世界で一番ダサい、世界で一番頑張ってる君に。優しいな。パチパチパチぐらい打てよ、キムちゃん。まあ、渋い、渋いけどな。これか。絶対女性、わら。渋いな。チャンネル入会ありがとうございます。はい、お相手、お、いいね、いいね。相手、陽太郎君ですね。相手、陽太郎さん、22サバ。優しぶ。優しぶだな、これ優しぶ、優しぶ。全曲、わら。曲が優しすぎる、わらわら。優しい、わらわら、わらわら。通報だよね、いいね。木村さんのテーマソング決まったな。めっちゃぴったり、わら。木村さん頑張れー。優しい、わら。ちょ、お前ら、俺も、ちょっと俺も優しさ、俺も優しさツイートしたわ。ちょ、お前ら、俺優しさツイートしたわ。見て、優しさツイート。これ、本人のためを思った優しさツイート。社長、こんにちは、エルプー、わら。社長、そのうち復帰するので、またよろしくです。ね、芸能界、無理。おじゃ行くか。優しい、優しい。本当のことをちゃんと言ってあげるっていう。そうか、頑張っただけで人は愛せないからな、仕方ないな。親心、現実を教える優しさに包まれるツイート。そうだな。わらわら。ちょ、皆さん、あとちょっと開始して OK ですか。開始してよ、リンさん。もういいですよ。あの、皆さん、あのブログ全然ポチ合えないけど、皆さん、わずか、あの、わずか、あの、1週間で、あの、こっちは3000ポチあったっていう。そう思わない2879ポチあったっていう。木村さん、ミラノケム？皆さん、あの、これポチブログだったら1位だっていう。これブログだったら、これ、丸助くん抜いてるってしてた。優しさの泡だな。これブログだったら、丸助くん抜いてるってしてた。やばいだろ。優し、リンさん URL もらってもいいですか。はい、木村さん、OK です。陽太郎さん、陽太郎さん、相手です。とりあえず、あの、木村さん木村さん速報なんですけど、とりあえず木村さんブログ速報なんですけど、あの、木村さんブログ速報、昨日のギャンブルはノバさん、いつもありがとう、負け丸。今回見れたと思うんですが、増えてますか。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。負け、かわいい、わら。言わないよ。はい、来ました。はい、木村さん。はい、木村さん。あの、木村さん、木村さんの今日のブログ、ブラザー。今日の木村さんのブログ、ブラザー。もう、このポチるしかないでしょ、ポチるしか。渋いな、これ。じゃあ、行くか。わらわら、
さあ勝つか。僧侶魔法旅芸木村さん頑張れ。戦士入りか。さあ OK。 ファイト。木村さん頑張れ。やばい、木村さんがご飯食べ忘れてる。料理。木村さんが緊張してご飯食べ忘れてる。木村さんご飯だ。あ、間に合った。間に合った間に合った間に合った。危ない、ギリギリだよ。料理ギリギリだ。木村さん危な。この BGM 拳に力が入らないんだが、お、わら。じゃあケリーとイチゴ勝たせるか、木村さんを。わらわら。頑張って木村さん。こいけ、木村さんに洗脳をかけるなや。で、エルプン戻ってくるの？わら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 。ドラドラ対決。拳を握らせないサブリミナルです。ドラえもん VS ドラミちゃんだな。落とし、ちょっと俺、ちょっと俺、ちょ、装備強すぎんだよな。ちょっと俺装備強いんだよな。今はいるくんでた禁止。やっべ、俺と木村さんが同時に死んだ。やってることのギャップよ、わら。俺と木村さん、木村さんと共に、木村さんと共に行く、木村さんと共に。そういくらでならずとチャンピオンになれるからな、わら。あっと木村さん、これで第5誕生代の次にはピクミンですか。いや、これは揃えよう、木村さん、揃えよう。いやいい、ここはちょっと ここは揃えよう。やっぱ波状でやられるのが一番欲しいからな。あ、武器ガードナイス。いや、ここがな、食らうんだよな。おい、死んでから笑ったらどうなってんだ、おい。おい、死んでから笑ってるって言ったらどうなってんだ、これ。曲も優しい、笑。いや、もうちょっと、いや、もう結構優しくねえな。木村さんに勝利を、木村さんに勝利を。おいらぶる優しさが負けてはならんぞ。なからしょうやまやまや。笑いながら落ちていくのか。優しいな。もっこの田中選手両手のがよくぜ。ガキのほっと真剣だな。まだ時間あるから焦らず。受けになってボケたで、俺これ逆転を落としちゃう。逆転を封じて、これ誰か合わせてくれ。相手強いね。いや、きついな。結構うめえな。わらわら。これ相手結構それなりにやるな、こいつら。ワンプレイか、これ。相手これそれなりにうめえな、これ。ハンマーでグレードすれば相手うまいな、それなりに。あれで、わら。いじめにしか見えない。ジョーカー落としてこれで道が本当開くんだけど。よし、OK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 
感でしょ。
逆転は今これ落ちでワンチャンだったけどな。いや逆転を落とせない。逆転を今落とせたらワンチャンだった。落とせたら道が開いたのに。チキショ。いやここ戻ってもしょうがない。ここは戻ってもしょうがない。オッケー。いやここは木村さんが落ちてムーンが。いやきついなこれ。魔法きついね。いやーきついなこれ。もうこいつうめえよ。こいつ普通に強い。普通に強い。普通に強かったよ。優しくなかった。おお渋。最後なんか最後見せ最後ホーリーライトで倒して。いやー結構待ってな。いやーごめん俺が僧侶落とせなかったわ。優しさだけじゃ勝てない。いや、僧侶、皆さんとんでもないです。ナイス、ナイス、木村さん、ナイスファイト。木村さん、さらに腕を磨いてきてくれ。いや、こいつら、普通に、いや、こいつら、普通に強かったよ。普通に強かったな、おい。ナイス、木村さん。ありがとう。普通に強かったけど、最後な。木村さん、ナイスファイト。ナイスファイト。負け、ギャンブルだから負けていいということはないが、いい経験になったはずだ。ベッドしてくれた皆さんどうもありがとう。ナイスファイトも浮気だ。よし木村さん次から特別扱いしないから普通に来い。よしありがとう。木村さん次から特別扱いしないで普通に来い。解散する。仲間解散する。ナイス。いや普通に普通に回ったよ。相手普通に回ったな。さあというところで、前で結構強かったね。さあということで、はい皆さん、ということで木村さんの第1回目のブログ、はじめまして、僕は木村さんと言います。フィクサーチームに入っています。貧乏ですがドラクエのギャンブルが好きです。僕がコロシアムを始めた理由はフィクサーさんがフィクコロというギャンブルを始めたからです。フィクサーさんはイタストの時からずっと優しくしてくださって、懐かしすぎんな。リスナーさんもみんな優しくて恩返しできたらという気持ちと、それとフィクサーさんと遊びたかったからです。ナイス。夢かなっていく。まだ弱くて装備もないので SS には慣れたけど、僕には一緒にコロシアムを行ってくれるフレイヤさんがいません。固定の練習ができないのです。そこで僕はルームを探すことにしました。続く一言、今日はタケノコの里を食べました。感動湧く渋い。ということで、皆さん、木村さんの初勝利を。社長のツイートのエルプンさんの見たのですが、戻ってくるのですか。木村さんの、木村さんの、木村さんかわいすぎる。まあ、木村さんの初勝利の日はいつになるのかを楽しみつつ、決勝戦いきましょう。いや、皆さん、木村さんよくやってるけど、私普通に言っていいですか。相手ちょっと強かった。あ、奴ら強い。奴ら優勝候補。陽太郎普通に強い。今やって普通に思ったのは普通に強え。こいつは多分優勝するよ。こいつは多分優勝。こいつは多分優勝。こいつは普通に強え。こいつは普通に強え。だてにレグ極めてねえな、こいつ。ちなみに、陽太郎が初登場したのはコロシアムですね。レグじゃないですね。いいんだ、俺と遊ぶためによ。コロシアム頑張ってくれたんだったら、今日その目標は叶っていいだろう。その目標を叶ってまた来てほしいですね、木村さんには。さあ雪のしずく VS のしかし逆転を。こいつも強い。こいつもいいソウルだったな。陽太郎 VS の雪のしずく。バッテもしっかりとポイント取ってたからいいね。陽太郎ブス雪のしずく。さあ見ますか。陽太郎ドラえもんなんだもんな。お兄ちゃんに花も立てたんやな。木村さん頑張り昭和ゲロヨダフエルプンとかには三段上げてんだから笑。さあこちら陽太郎ムーン逆転王ジョーカー。さあ陽太郎やね、今回陽太郎、そしてこの前はTA にね、プクスたちが来てくれてね、プクスやマッギュが来てくれると思ったんですけどね、
やっぱりこのこれから注目のプレイヤーはコロシアムも勝ち、 TA も勝ち、つまりカジノフィクサーがどんなコンテンツをやっても勝ちに来るプレイヤーをね、これからよりギャンブラーの注目になるのではないかと思います。さあその中の最注目プレイヤーの一人、陽太郎。さあ400対400でございますが、さあやはりねカジノフィクサーというのは一番のメインのお客様はリスナーとギャンブラーの皆様です。このギャンブラーやリスナーさんはね、その時面白いことやればコロシアムがうまい、 TA がうまい、両方ともできるようにしろや、これが本音でございますね。コロシアムしかできねえで TA やってる時文句言ってくるやつはやめろとね、TA やってる時にコロシアムやんねえのかと文句言ってくるやつはやめろと、何が来ても最強である、そんなプレイヤーに俺たちはかけたいんだと。さあそんなカジノフィクサーのギャンブラーたちを、さあまず誰が最初に大スターとなるのか、さあ私がそんな流れに、これからカジノフィクサーを育てていきたいところでございますが、やはりドラクエに強いプレイヤーに、カジノフィクサーの頂点に輝いてもらいたい。さあ450からの、間違ってもねレグ始めたからってフィクサーもうコロシアムやんねえからあんなやつどうでもいいやと、もう陰で言わないやつらに私はトップになってほしいですね。もうレグなんかばっかやってるコロシアムのこと好きじゃねえんだ小池はなんて、もうそんなことを言われるためにフィクコロ一生懸命やりたくないですね。やっぱりね私は浮気はしてはいけないと思います。人間関係ね、奥さんがいて不倫したらいけないと思います。しかしねドラクエのコンテンツや、こういう競技種目はいくら自由に無限に広げてもいいと思っております。さあ350からの450、さあもちろん好みはあるでしょう、コロシアムのが面白い、 TA のが面白い、何でもいいと、カジノミキサーがやってくれるのは何でもいいと、さあそんな方々にいつまでも喜んでもらえるような、さあそんなコンテンツにやはりトッププレイヤー、何をやっても勝つトッププレイヤーたちを今非常にこのように探しておりますが、さあ陽太郎落ちてからの戻る、さあ楽天王213、攻めるね、楽天を攻める僧侶。さあ369からの431から戻りましてから、さあやはりねこの装備ね、もちろん TA でもコロシアムでも装備を揃えるとなると相当なゴールドがかかりますが、それでもねアクセサリーを努力しゴールドを貯めて強い装備を買って、そしてこのカジノフィクサーの舞台で勝ち続ける、さあそんな勝ち続けるプレイヤーを私は探しておりますが、さあ最初から最後までカジノフィクサーで大活躍を続けたプレイヤーはいません。さあ TA 戦争勢、フィクコロ勢、さあそして TA レグと、さあここでずっとずっと大戦で勝ち続けたプレイヤーはおりません、おりませんが第一戦で喋り続けたプレイヤーは私がいます。さあ第一戦でこの放送でございますが、この放送で3年と8ヶ月喋り続け 20% を取り続け、さあそして応援し続けてくれるリスナーさんがいらっしゃいます。さあ 20% をかけてくれるギャンブラーたちがおります。さあ今日もね会員に入ってくれた時にね、井戸の頃からずっと見てるで会員入ったでと何より嬉しいですね。会員に入ってくれたのも嬉しいし、その頃からずっと見てくれてる非常に嬉しいですね。さあ384からの416、さあ確かにユーザー放送からチャンネル放送いないね、ちょこちょこ会員の宣伝が入る、ね、ちょこちょこ月額お金がかかります。そんな、宣伝を入れながら半分仕事になってしまいましたね。私は放送は初めから仕事にするつもりでニコ生に入ってくるというのを明言しておりましたが、実際お金を取るとなるとね、最初は非常に冷たい空気が流れ始めましたけど、今ではフロンフィクサーを超える来場者、フロンフィクサーを超えるこのコンテンツ力ベッド、さあここでさあ絶えず進化し続けているフロンフィクサーの、さあこの決勝の舞台優しさコロシアム、木村さんはいただきストリートを見てくれてそこから応援をしてくれています。さあ467からの333からの戻る、さあ全ては井戸から始まったからの467からの333、さああの頃からね、あの頃井戸で瀕死できていたロアは今横浜に来て今日オフ会をやって大惨敗。さあ今日ロアはしかし真剣にやってましたね。そこを見てロアはちょっとね、私はやっぱりね、もうちょっと実力をつけてから来た方がいいんじゃないかなと思いますけど、ロアがしっかり、今日のように一日一日やり遂げているのを見るとね、やっぱりロアは根性があるのかなと、やはり応援しようかな、明日のオフ会もちょっと行こうかなと、さあそんな気になってまいりますが、さあ477からの323からで、さあ明日はロアオフ会でございますがね、ロアはやはりね、もう不安だそうです。本当にこっち出てきてね、仕事を始めて、慣れない仕事を始めて、でも放送を頑張りたい、ロアとしてのタレント活動を頑張りたい、そんな中、さあこちら決まりましてからが、やっぱこいつら強いんだよな、こいつら強いんですよね。
さあ、というところで、ロア君。ね、この陽太郎を、陽太郎をね、コロとレグ両方で倒そうではありませんか、ロア君。さあ、ここら辺は上がってきますよ。昨日のレグ TA でも勝つマッギョ。このコロシアムでも勝つ陽太郎。こいつらはこれから間違いなくカジノフィクサーで上がってきます。両方出て両方勝てる奴らっていうのは、嫌が王でも応援されますから。どっちも勝てるやつっていうのはギャンブラーは絶対応援しますから。さあ、というところが、まあ、強くてこう、皆さんね、まあ、私戦ってて分かりましたけど、普通に強かったです。まあ、正直優勝するなと思いました。さっき言いましたけど、こういったら勝つなと思いました。さあ、ナイスカーの、ちょっと私のチョイスがね、やっぱりこの、ムーン、キッズムーン君、ストレイキャッツがちょっと強かったね。ストレイキャッツはやはり誰じゃなかったです。さあ、普通に強かったよ。普通に強かったですね。陽太郎。さあ、こちら 3.52 倍からが優勝はナイス。さあ、陽太郎ナイス優勝から。さあ、お見事。